よし、暇だから鳥の鳴き声でも聞き分けるか。クリックヒアートゥースタートインアリラクシングガーデン。ガーデンから始めろってことかな。わっ、これ明け方に鳴いてるやつじゃん。もう一回。ああ、なるほど、この3択のうちの5ノート。 I don't want to I ら、あー、これ鳴き声、あー、ヒント書いてあるんだ。いや、こいつじゃない、コモンウッドピジョンじゃない、ハトじゃない、ドバトとか言うじゃん、あのほう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 のやつ。あ、合ってた、コモンウッドピジョンだ。あ、これ、I don't want to go って泣いてるよってことか。まあ、聞こえなくもないけど。なんかあの、でも、学習用のゲームみたいな感じらしいんで、まあ、覚えやすいようにってことだな。あ、めっちゃ。ゲームの山ステージとかで聞く鳴き声。ティーチャーティーチャーチーチーチュチュチュ、どっちかだろうなこれ。ティーチャーティーチャーじゃない？左じゃない？グレートティットじゃない？うわ、めっちゃゲームの山ステージで聞くわ。あ、やっぱり合ってた。ゲーム知識で答えられたわ。いや、でもこの鳴き声割とあるあるだよね。あるあるって言うとあれだけど。めっちゃ聞くな。山といえばって感じあるな。グレートティット。へぇ。こんな鳥が鳴いてるんだ。うるせえ。あ、チュー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 。めっちゃチュー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 言ってる。え、これじゃない？ユーラシアンブルーティットじゃない？あ、この子もティットなんだね。グレートティットと確かにちょっと鳴き声似てるもんな。まあ、まあですよね。かわいいな、この鳥。ティット。ティット系かわいいな。ちょっと翻訳アプリで、後で訳すか。和名出てくる。スズメじゃない？めちゃスズメじゃない？すげえ朝感ある鳴き声だけど。待って、翻訳しよう。あ、真ん中がスズメ。ピーピーとチャープのコレクション。左がヨーロッパコマドリ。川の液体のような鳴き声。で、右がユーラシアンカラード。スズメじゃない？真ん中ハウススズ、家スズメじゃねえかな。超聞きなじみのある鳴き声だけど。あ、合ってた、やっぱり。これスズメ？すげえシュッとしてない？写真めちゃビューティー加工されてない？このスズメ。あれかな、夏場のスズメなのかな。おお、え、うわ、すげえ声。え、でも消去法的に一番左か真ん中だよな。左がコモンブラックバード、真ん中がカササギ。カササギってこんななんだ。左のがフルートに似たきしんだ音だって。え、きしんでる感はあるけどな。チャ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 、まあ、チャチャ言われてみたらチャ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 って泣いてる感じもあるけど、きしんでる感じもある。いや、でも真ん中かな。チャ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 じゃない？フルートっぽくはないよな。あ、合ってた、カササギだ。カササギってこの見た目でこんな声なの？
すげえギャップあるの。へえ。あ、いやこれ完全にハトでしょ。いや真ん中じゃない？ I love you。 そんな、いやそんなロマンチックな鳴き方してる？これ I love you っつってる？いや、ま、真ん中だろうな。あ、やっぱり、ヨーロッパ首ドバト。あ、やっぱドバトだわ。ドバトっていうもんね、ほうほう鳴いてんのは明け方とかに。なるほどね、鳩系の鳴き声な。うわー、めっちゃ聞くやつ。え、すげえ聞いたことある。ゲームの山ステージで聞くやつ。右がカササギだから、真ん中がヨーロッパコマドリ、コマドリで、左が黒ウタドリ。真ん中じゃない？川の流れのような鳴き声って感じあるけどな。川の流れの、あ、違うの？あ、そうなんだ。フルートのような、フルートのような鳴き声してる、これ。まあ、鬼神だ感はちょっとわかるけど、フルートかな。まあいいや。お、あ、これ初めて聞く。あ、じゃあこれがコマドリか、消去法で。川の流れのような鳴き声、これか。あー、合ってるわ。川の流れのような、まあまあ言われてみたらって感じだけどな。あ、これは右じゃない？フルート。さっき俺が間違えたやつ。あーね、黒ウタドリ。あー、全部終わった。 You are doing great、 Let's、 難易度を少し上げてみよう。あ、難易度上がるのこれ。お、あ、あー、なるほど、名前ちー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 、真ん中じゃね？左か真ん中、いや真ん中だった気がする。ユーラシアンブルー、あ、当てる当てる。チーチーチュチュチュね。青柄。あ、川の水のような、はこれだよな。コマドリだっけ、ヨーロピアンコマドリ。よしよしよし、あったあったあった。まあ説明文で覚えてる感はあるけどな。はい、あ、はい、コマドリ。あ、これはスズメじゃない？いや、もう完全に日本の朝だもんね。うん、イエスズメの鳴き声。これはスズメの鳴き声はわかるな。めちゃくちゃ聞きなじみあるからだ。あ、出た、アイドンモンテ。これ真ん中だろ、コモンウッドピジョン。よし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 、合ってた。コモンウッドピジョン、赤頭バトだって。あ、出た、ティーチャーティーチャー。これは左、グレートティット、シジュウカラ。あ、この子がシジュウカラなんだ。シジュウカラってめっちゃ聞くな、名前。え、シジュウカラの鳴き声めっちゃ綺麗じゃない？ねえ、俺すげえ好きなんだけど。てかまあ、俺みたいに好きな人が多いから結構有名なのかな、シジュウカラ。え、マジで綺麗な声してる。ゲーム実況とかやったらいい。あ、あ、これはカササギ。完全に、カササギめちゃくちゃ特徴的な声してるな。よし、当たった。カササギすげえ綺麗だな、見た目ね。こんな綺麗なのに声こんな特徴的なんだ。フルートね、フルート真ん中だろ。コモンブラックバード。よし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 、黒ウタドリだって。ウタドリって名前面白いな。
歌ってるみたいだから歌取りなのかな。確かにそんな感じ。あ、アイラービュー、これハト、ハト。あーでもすげえ、俺結構鳴き声で覚えてきたかも。ハト系の鳴き声はすぐわかる。お、ナイス、ありがとうございます。ナイスいただきました。ディフィカ、あ、さらに難易度上げる。あ、なるほど。え、これじゃない、コモウッドピジョン、なんだっけ、 I want to go だっけ。おー、当たった。まあ、ハト系はね。ん、あー、え、あ、あれか、川の流れのようなコマ撮り。当たってる。よし。え、すげえ、俺覚えてるな、ちゃんと。ね、あーあー、コマ撮り。あ、ティーチャー、ティーチャー、ティーチャー。四十から。俺の好きな四十から。これは、間違いない。よし。え、待って、俺マジで覚えてんだけど。え、すごくない？覚えれるもんだな。あ、ちーちーちゅちゅちゅ。ちーちーちゅちゅちゅは、青柄じゃなかった？ですよね。え、すごい。ちゃんと覚えれるわ、これ。へへー。青柄、四十から、聞き分けができるようになった。あ、出た。カササギ。はい。カササギマジで分かりやすいな。いや、でもこんだけキャラ立ってるから有名なんだろうな、カササギ。俺でも聞いたことあるもん。あ、ハト系、アイラービューじゃないね。アイラービューのハトだからこれですね、ドバート。うん、すごいな俺。ちゃんと鳴き声でさ、あー当ててる。ハトとかシジュウカラとかが分かるようになってるの。わ、なんだっけ、めっちゃ聞いたこと、フルート、キシンダフルート。よし。すごくない俺。え、マジで鳴き声だけで分かるようになってるぞ。あーね、スズメ。あ、もうこれはもう消去法かな。はい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 、スズメ。スズメの声安心するな、平和って感じするな。あ、終わったー。え、すごー、これちゃんと覚えられるようになってる。すげえよくできてるな。バードライブラリー、 You can click on the bird to read。 バードライブラリー、あ、すごい。これ説明とかが見れるってこと？あ、あー、英語。あ、めっちゃ英語だけど、すごちゃんとアフターフォローもある。気になった人用の。すげえな、これめっちゃよくできてるな。いや、俺みたいな鳥無知人間でもさ、声の聞き分けできるようになってたよ。すごくない？あ、これ他も選べんの？じゃあ、どうしよう。シーサイド？ちょっと気になるな。シーサイド行ってみるか。海辺の鳥。あ、てか短っ。知らねえ。誰だ？青顔か。左のやつか？一番左じゃない？青顔顔感あるよ。違うんかい。あ、青サギ。あ、こいつが青サギなんだ。あ、じゃん、君行きバードじゃん。あ、同じ声だ。あ、青サギね。はい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 。
こんな声だっけ、アオサギ。お、トゥイティウ、クリップクリップクリップ、どれだ。トゥイかティウじゃない。ワモンチドリ、コチドリ、コチドリ。ああ、合ってた合ってた合ってた。確かにティウティウ言ってるわ。ティウティウティウ。こーって。カモメ、ミヤコドリ、アオサギ。カモメじゃない？カモメの声じゃないこれ。あ、合ってた。あ、確かにこれカモメか。言われてみたら。確かにカモメの声だ。おお、なんだ。真ん中のやつすごいな。なんだこの顔。左じゃないかな。キップキップキップ。サンデルリング。じゃない？あ、合ってた。サンデル。ミユビシギだって。ミユビシギ。あ、グループでキップキップ鳴いてる。確かに。すげえな。え？右か真ん中だろ。ラー！クリックリックリップ。どっちもあるなぁ。でも右かな？顔が。顔的に。あ、当たってた。こいつは。ユリカモメ。かすれ声でラー。あ、ユリカモメこんなんなん。あ、クリップクリップクリップじゃない？ねえ。ユーラシアンオイスターキャッチャー。名前かっこいい。あー、当てた当てた。クリップクリップだ。ミヤコドリ。声かわいいな。ねえ、見た目の割に声がかわいい。トゥイじゃない？トゥイ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 。めっちゃトゥイトゥイ言ってる。当たった。ワモンチドリ。確かにこれトゥイだな。ティウじゃないな。トゥイだな。わ、小兄弟真ん中。ガーガーっつってる。コサギ。あー、合ってる。いや、コサ声怖っ。まあ確かにこんな声で泣いてそうだけど。ああ、終わった。っていう。うわ、どっちだっけ。どっちかだよ。こっちかな。あー、違う、違う方か。こっちどりね。トゥイ、あ、来た。トゥイ、トゥイがこっち。ワモンチドリ。はい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 。あ、これはもうさっき聞いた。まあ、小サギね。小サギ。うん。ウサギの声マジで怖いな。なんでこんな声で泣くことにしたの。あー、なんだっけ、アオサギ。ちょっと待って。うわ、ユリカモメかな。ラー。あー、よし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 。ユリカモメの顔面白いな、マジ。あ、クリップクリップは、オイスターキャッチャーね。これ外国の人マジで、オイスターキャッチャー、オイスターキャッチャーって呼んでんの？長くない？あ、フランク、あ、アオサギ。うん、まあ消去法でね。アオサギマジ、鳴き声短いな。あ、サンデルリング。サンデルリング、名前かっこよすぎだろ。うん、集団でキップキップ。うわ、ティウとでかい方。いや、もうここ絶対覚えらんねん俺。ティウとトゥイ。ああ、カモメカモメカモメ。はい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 。ティウティウティウがちっちゃい方か。なるほどね。
ヒュートトゥイマジでややこしいな。あいでないでは。あ、ユリカモメ。うん、ユリカモメ、顔も声も癖あるな。あー、クリップクリップ、オイスターキャッチャー、オイスターキャッチャー、おいやー、オイスターキャッチャー、イエー。あ、集団でキップキップ、サンデルリング、オッケー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 。わ、ティーティーだ、ちょっティーこっち通り、ちっちゃい方、オッケー、当たった、よし。カモメカモメ、オッケー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 。アオサギ、須田まさき、よし。あ、怖い怖い声なのはコサギ、よし。トゥイトゥイかな、うん、出てない、ワモンチドリ、オッケー。いや、ま、マジですごいなこれ。マジで覚えられるんだけど。あ、はい、じゃあこの辺にしときますか。いや、面白かったこれ。意外と。なんかさ、俺ちょっと疑問に思ったのは、なんで海辺の鳥はさ、あんなガーガー鳴くんだろうね。なんかガーデンにはさ、あんまそんな鳥出てこなかったのに、シーサイドの方にはすげえいたじゃん。たまたまなのかな、なんか理由があんのかな。うん、いや、なんかそういう普通のなんか単なるクイズゲームかと思いきや、意外と鳥に対する造形が深まりましたね。面白かったな。はい、じゃあということで、まあたまにはこういうね、なんだろう、なんかEテレみたいな、はい、動画があってもいいんじゃないでしょうか。ありがとうございました。